あ、冷たい。おお、美味しそう。やばい。綺麗。あー、美味しい。よいしょ。はい、おはようございます。だてくんは私を起こして去っていった。ありがとうございます。起こしてくれて。ちょっとお手洗い行ってきます。すごい山々。はい、現在マイナス5度、寒いです。前回はあー美味しい。 Let's go。 おいじゃん。はい、なんかやばいことになってきた。次はどこに行くのかこれから話し合いたいと思います。そうだよね。その後どこ行こっかって言ってたんだけど、タクちゃんは富士山を見たいって言ってまた、どんだけ好きなんだよって感じだけど、私はもう何もせずのんびりしたので、今よ。ただいま。寒いね。白馬村に行ってみたい。全然行けてない。白馬村に行ってみたい。また寝ちゃった。ラテ君テーブルで寝てる。ママちゃん着替えるからちょっと待って。ママの上に乗りたいの、買ってよ。はい、ちょっと待ってて。よいしょ。はい、ちょっとごめんね。これをね、後ろのパパに届けるから。あ、いった、いったテレビにぶつけた。びっくりしたね、びっくりしたね、ごめんね。よいしょ。このテレビとこの棚によく頭をぶつけます。はい、はい、Thank you。 ありがとう。タクちゃん買い物に行った。パパはどこ行ったんでしょうっていう顔してます。タクちゃんか私かどっちかが欠けてもね、そわそわするんで、2人とも揃ってないと落ち着かないんだよね。ただいまー。おかえりー。あー、リンゴだー。長野のリンゴ。あ、レモングラス、ありがとう。それでは道の駅白馬に行きましょうか。はい、お願いします。はい、お願いします。お茶の京都によろしくなー。今白馬村の天気見せたら大雪だった今日。というわけでめっちゃ重ね着してきた、レギンスの上とかに。重油量を選んでください。ディーゼルなので軽油です。後払いシステムだった。10番ってレジに言いに行くんだね。はい、ただいま、お待たせ。奥に明らかにヤバそうな白い山があります。わあ、すごい綺麗。お疲れ。ありがとう。はい、寒い。今マイナス6度だって。裏に行ってみよう。じゃ、眩しい。寒い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 。
はい、スタート。あー、行っちゃった。スタート。なぜ。あいつ自由だもん。あと、びしょびしょだよ。楽しかった。食堂が開いたっぽい。迷うな。みんな何が食べたい？そばにした。そこにオーダーは入っております。ストーブからしっかり席にしよう。やっぱり雪で眩しすぎるからこっちにしよう。私とロロ、たくちゃんザルそば。いただきます。寒いけどさ、結局そば冷たいの食べたくなっちゃうんだよね。めっちゃ美味しい。え、これ何食べていい？もう俺食べてる。これ食べてみ、うん、めっちゃうまいから食べてください。じゃあそばの実が入ってるね。たくちゃんが好きそうな味だわ。そうね、体にジューシーの美味しさ、うん、ごちそうさま。めっちゃ美味しかった。おいね、これ。こっちは中にも書いてある。これ秋代に買ってあげよう。お父さん、うん、いいやん、これ喜びそうじゃん。着いた。ずっと来たかったんすよ、ここ。おしゃれ。後ろの山やば。ペットオッケーだった。ナツを連れてこよう。ナツくんも行きましょうね。あ、これなんか見たことあるぞ。テーブルと椅子が全部その木なの。ナツくんとスタバに並ぶなんて初めてだよ。1年になってきて。これがスタバだよ。ありがとう。Thank you。あー、おいしい。絶景だね。ラテ君も喜んでるよ。キャンプしに来てないけど、キャンプしに来たみたいになった。うまっ。うまっ。滑ってるシールね。ほんと？見える？うん。あれ、スキージャンプするとこだね。すごい。誰か、あそこで雪だるま作ったわ。はい、のみちゃん。じゃーん。よかったね、ラテ君。うちにワンちゃんがいるから気になってんだ。かわいいな、ラテ。あー、めっちゃ楽しかった。本当にずっと来たいと思ってたから、やっと来れて満足。知らねえ、なんか小谷村、白馬村に行くっていう目的は達成したじゃん。で、次はさ、寒ブリが食べたいんよ。ちょっとお手洗いに行かせてくるの。私さっきからずっと小谷村って言ってたけど、小谷村だったわ。ここで風呂入っちゃうことにしたわ。恐竜が恐竜を食ってる。持ち物、私のパンツが品切れたから、タクちゃんのをいただく。新しいインナーと下着とタオルとワセリン。じゃあな。うん。うわ、整った。源泉かけ流しとサウナ。マジ最高だった。ただいま。パパはまだなのって言ってんの？まだです。パパ遅いね。綿棒しよ。耳の中がさ、液体なんだよね。同じ人いる？大体耳の中ってさ、乾燥してるでしょ？耳のカスみたいなの出てくるんでしょ？大体の人が。私の場合はタラーって感じ。液体なの。え、そういう人いない？たまにいるよね。だからね、同じ人いると、そうだよねみたいな。お風呂上がった後とか絶対綿棒するよねって。この辺の空間がクソダサなんでね、そのうちおしゃれにしたいよね。よいしょ。あー、サウナの後の水うま。すいませんね、こんな姿を YouTube で晒して。ん？帰ってきた？ま、この後雪が降ってもう全く今のが無意味になると思いますけど、おっそ、たくちゃん。今頃整ってんだろうな、あいつ。でさ、この後は寒ブリが食べたいの。
富山の氷見と石川県の能登半島で食べた寒ぶり、ちょうどこの時期めっちゃ美味しかったのからね、近いから行っちゃおうかなと思って。日本海側めっちゃ寒いんだろうね。北海道から来たブリたちが、ちょうど能登半島のところってさ、出っ張ってんだよね、フックみたいに。ちょいーって。で、そこにデーってぶつかるから、うわー、ぶつかっちゃったーっていうブリたちがめっちゃ美味しいらしい。まあ、お店入って定食で食べるか、スーパーで買ったやつもね、本当に美味しいの。だから楽しみ。早く食べたい。酒飲みたい。あ、帰ってきた。帰ってきた。おかえり。シカさんです。ラテくんよかったね。源泉かけ流し、加水全くしてない。うん、で、炭酸、塩、炭酸、塩。そう、くしゃくしゃでやめながら喋んないで。炭酸、塩泉みたいな。こういうやつだった。雪が降ってきた。おーちゃんの京都によろしくな。おーちゃんちょっとよろしくな。さあ、こっから、ひみっていうところがね、寒ぶり有名なんだけど、そこまでにちょこちょこ海沿いに道の駅あるからね、朽ち果てたらそこで寝ましょう。はい。新潟県に入ったよ。長野側はめっちゃ晴れてるけど、やば、日本海側気候って感じだね。この世が終わりそうです。前回の動画で日本海側来ませんかって言っていただいたんですけど、来ちゃいまして。すごい綺麗な道の駅に来ました。風めっちゃ強かったね。アイスクライム、めっちゃ美味しいよ。なんか向かいのスーパー、白の湯がすごいらしいから行ってみよう。スーパーで買ってきたよ。よいしょ。はい。あー疲れた。なんかスーパーに地酒が少なくてさ、道の駅の方があったと思って、で道の駅戻ったらもう閉まってて、お酒買えなかったの。まあ酒パーティーは明日ですね。寒ぶりも明日だね。まずはラテ君のご飯から。すごい雨だ。うわ、しかも雪だね。どんどん雪に変わってってる。白馬村の大雪から逃れたと思ったけど、もしかしたらこっちの方が雪かもしれないよ。いや、朝方雪になってた。もう雪じゃん、氷じゃない。車内で焼肉をやるっていう無謀な挑戦。蓋をちゃんと閉めれば大丈夫だよ。ねえ、最高じゃん。鍋の蓋だけどね、これ。これの上にお願いします。イエーイ。この手でまだ熱い。最後にまだだ。野菜も細かくして混ぜて、あときにあげる。お座り。お手。あご。あご。鼻。鼻。はい、よし。ラティ君の明日の朝ごはんはパッキングしてリセット。残った醤油を入れよう。これ今日中に食べちゃわないとやばいから。おお、美味しそう。どうぞ。あと美味しい味だ。ブルノマズをきれいにしてます。天井風ね、ピカピカ。ネットフリでハリーポッター見ます。おはよう。おはよう。はい、おはよう。コーヒー？
雪予報だったのに全然降ってないの。よし、出発するって。お茶の外によろしくな。道の駅史上一番綺麗なトイレだったかもしれない。丸いかってくらい綺麗だった。ここ黒部。雪降ったって感じだね。日本海側は相変わらずぼやぼやだね。日見ついたよ。めっちゃ晴れてきたね。ここはね、漁港だよ。ブリを食べるよ。ミラテ君行ってくるよ。なんだあの鳥。ヒミ、天然ブリって書いてあるよ。めちゃくちゃ並んでる。車で待つ、うん、なんか QR コール読み取ったらね近くなったらメールで呼び出してくれるみたいなんで待ってます。編集して待ってた。そろそろ呼ばれたんで行きましょうか。カラスすげえな。みんな大中小どれ行く。緊急事態、これプリ入ってないんだって。刺身定食。どうしよう。それぞれこれ、うん、すごいな。昨日もつみれ食ったね。今日は魚のつみれ。おかわりできるね、うん。7,000円ですよ先生。1日の予算5,000円なんで何もできないじゃん。今日は飯抜き風呂なしです。今日は何も食えないということで絶景を見に行きましょう。入るか。はい、あざす、はい、でね、そこを出て左行ったところにね、富山ビューポイントってとこがあんねん。これか。どうやって行くんだ。天原市駅。海岸への順路はもうちょっと先か。ほら見て、ほらなんか山々がすごい綺麗に見えるわけよ。海岸入り口かわいい。ちっちゃい踏切。うわすげえ。あー全然見えない山あこれはこれで綺麗だね。ここでさよなら日本海だ。また来ます。下から水が出てる。かわいい。あー冷たい。あーやばい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 、うん、キッチンペーパーない。菅原家のね、リンゴの切り方はね、ちょっとトリッキーなんですよ。違うよ、効率的なんだよ。新潟からまた白馬村寄って埼玉のアジトに帰ってきたんですけど、長野でプラスアルファリンゴを買ったり酒を買ったり。白馬でこれも買った。乾杯。うわぁ、よいしょ。泣けなしのお金で残りの予算これに使うっていう。カンパ大丈夫でした。皆さん変な切り方でしょこれ。菅原流さすがにね、カンパでラテ君もいるので危ないかなと思って日本海側とか離れて帰ってきました。埼玉で家を契約したんだよね。ちっちゃい家を。ちっちゃい家を庭付き。うん、こういう拠点がないとやっぱね、バンライフは厳しいっていうねちょっと切りにくい。ヤディ君、切ってんのすごいね。